やハロー、どうもこんにちは、アニメディアク職人ことマジアドビナマです。はい、現在11月18日金曜日の午後1時16分になりましたね。さて、ただのうるせえ奴らの6話ね、見終えましたけども、ここからは過去作続きですね。アイドリープライドの3話、Dアニメスパで見ていこうと思います。はい、なおアニメ本編は再生されません、ご注意ください。いきます、3、2、1、スタート。さあ、前回寮に入ったところで終わったね。さきが高3で最年長って言ったね。鳴海あすずと兵頭しずくやね。お、ベーコン。あ、しずくってメガネっこないな。原画に花田十喜さん入ってるやんか。今頃気づいたわ。はい、これ去年の冬アニメなんですよね。去年の冬アニメの時にはもうリアクションを始めてましたけども、全然知らなかったです。去年の冬アニメで僕が何を見てたか気になった方はですね、1話のコメント欄をご覧ください。アイドリープラジオ1話のコメント欄を。で、一ノ瀬レイと早坂、メイやったかな、が前回路上ライブ見てましたね。女、ああ、その通りだね。琴の友達の名前なんちゅうの。バランスか。マッキーなんて呼び捨てないね。カノシホみたいな喋り方な、兵頭しずく。
講師おらんのかよ。これただの独り言やからね。どっちでも、ここサムネイルやね。いや違うやろうな。子供帰るとか言うんじゃないな。お母さんみたいな。これはちょっと溝を見そうやね。だからグループやと。お、なんて言ったってその子はヤドカリおんのかい。コミショやね、ことのは。ああ、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 
そう、本人の前で言う。まさかの友達。そう、伊吹なさ一話で出てたっけ？ほんまや。ちょっと後で一話。あ、いるわ。いたいた。1話の冒頭でいた。あれ、ちさはネガティブ？何見てたんやろ。マナ様。めちゃめちゃ詳しいね。サイン取ってくるのかな。サイン違うのね。ちょっとなんか孤立していきそうやな、これ。ああ、よかったよかった。自責か、ほな。
だいぶな、やね、これは。おお、CM 出てた。あと春子さんはいつ入ってくるのかね。僕声で。あ、そうなんや、マナと競われてたのね。ほんで永瀬マナは相手じゃんか。しずくが何気に取っとるの。なんかバンドワゴンみたいな曲やな。わからんけど、この手書きでこれってすごいんかな、やっぱ。当然ここを越えていかなあかんわけやな。リズノワールね。
自分から提案。誰もが答えを探してる。あ、ちょっともう一回後でキャストを見させていただきます。あれ、エンディングってこんなんだっけ。リズのリズノはあるかな。あ、そうやね。あ、トマツアルカさんと高村さん。あ、なるほど。トマツさんやったんか、全然分からなかった。毎回エンディング変わるパターンかな、このアニメ。あ、終わった。よし。いやー、ここあれやな、主要メンバーほとんどわからんな。うん。ちさの高尾かのんさんしか知らんな。はい、まあまあということでね、ちょっとまあ、あの琴乃が、どういったら周りに合わせてしまうタイプ、要は己を持ってないみたいなタイプなのがまあ気になるという中でね、まあ最後そのリズノワールのレッスンを見て、まあ圧倒されて、で自分から反省会やろうかって言ったところに、なんか一歩成長を感じたかなってという話やったね。まあ、そしていかにしてその姉がね、マナが偉大やったかということもこう突きつけられた、そんな感じかな。特に、誰や、鳴宮すずがね、そこまで崇拝してたってのが、あと気になったのはすずのサイン、誰が書いてん、あれすずが持ってた、もう普通にこうマナーってひらがなで書いて、名の中になんか顔を描いてたような、うん、でそれをね、あの雫がこれは黙っとこうって言ったのがおもろかったけど、検索したらすぐ分かりそうなもんやけどなこれ。うん、はい、まあまあ、そしてそのバンプロっていうのがな、そのリズノワールが所属してる、事務所かな、三枝はそこにおったジャーマネやったんかな。まあ多分そのバンプロと何かあって、三枝は離脱して独立したのかな。まあその辺もまた今後掘り下げられるんやろうか。うん、でまあね、このリズノワールがすごい、まあ、実力者ってことで、あれ冒頭の方でなんか CM で CM? あ、ワイドショーかで取り上げられてたんで、多分リズノワールやろうから、これを超えなあかんわけやね。いやー大変やね。まあ、ちょっとまあことので またその伊吹渚がね入ってきたのもびっくりやったな。あのでちょっとさっき、あの自分が1話に残したあらすじ見たらちゃんと伊吹渚おりました気づかんかったわ。うん、まあだからことのもちょっとこうこの3話がターニングポイントとなって変わっていくんでしょうね、きっと。うん、まあちょっとどういう風にこうね、ことのが打ち解けていくのかが楽しみやし、まあ、アイドルものは当然こう成長していく姿をね、見守っていくというのがまあ、セオリーやと思うんで、まあこのヴィーナスプロジェクトで果たしてね勝つのかどうなのか、まあ非常に楽しみですね。その勝ってハッピーエンドが一番いいけど、負けて2期とかね、
はい、楽しみです。ということで、アイドリープライド3話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いいたします。はい、ここからは僕の自己紹介です。興味のない方は切ってください。はい、僕は世界唯一の技の持ち主、この本の著者であり、子供向けパフォーマーであり、大道芸人やっております。で、普段保育園、幼稚園、小学校、子供会などでやればできる、諦めないを伝えたくてね、パフォーマンスしてるんですけども、現在コロナの影響で2年9ヶ月ほど仕事が全くございません。貯金だけでなんとかやってますけども、そんな中でね、いつの間にやら始めたアニメのリアクション、今日967日やってますね。ただ去年推定、2000本以上の動画が消えてしまうというね、悲劇乗り越えてやっておりますが、13年以上ね使ってきたこのパフォーマーのチャンネルでスタートしてしまったんで、現在はこちらをアニメリアクションのサブとしてね残しております。で、9月14日に本職のチャンネル新たにね立ち上げましたんで、何卒チャンネル登録お願いいたします。毎日19時に1本だけ動画投稿しています。で、URL は説明文に書いてます。過去のアニメのリアクション動画再生リストに作品ベースをまとめてるんで、こちらもチェックしてみてください。以上、アニメリアクション職人ことマジラドゥニハマでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。